付き合ってくれてありがとう。すごく助かっちゃった。あなたとお揃いのパスケースも買えたし、明日から使おうね。ちょっと疲れたからジュース買って休んでもいいかな。あ、なんだろう。みんな、今日は私たちのライブに来てくれてありがとう。精一杯歌います。私たちと会場のみんな、中継先のみんなで輝きをつないでいこう。ミューズとアクア、スクールアイドルの？大丈夫？うん、そうだね。すごい一体感だったよね。みんな、ミューズとアクアの合同ライブどうやった？ここで言っても聞こえないよ。リトルデーモンたち、スクールアイドルフェスティバルの門をくぐる準備はできているかしら？スクールアイドルもスクールアイドルファンもみんなが楽しめるお祭りだもん。来ないわけないよね。ルビーたち、素敵なフェスにできるよう一生懸命頑張ります。だから会いに来てください。スクールアイドルのお祭りか。そんなのがあるんだね。さっきからずっとため息だね。調べてみよっか。すごく簡単に言うと文化祭っぽい感じみたい。うん、ここ見て。しかも運営してるのって私たちと同じ学生らしいよ。行きたい？ってどうしたの？もしかして具合悪い？今日はどこにも寄り道しないで帰ろうか。え？何か用事でもあるの？よかったら手伝うけど。わあ、本当に昨日は感動したね。あなたの昨日の様子からして絶対何か始めると思ってた。幼馴染だもん、なんとなくね。でも私はあんまりそっち方面は詳しくなくてごめんね。こんなに大きな学園だものあるかもしれないね。私も一緒に行こうか。はーい、見つかるといいね。じゃあまた明日ね。
でしょうか。関係者以外立ち入り禁止ですよ。ワンダーフォーゲル棒ですか？部室を明け渡せって話ならしつこいですよ。スクールアイドル同好会が取り潰されるのは月末です。まだここは私たちの部室なんですよ。それなのに奪いに来るなんて、カスミン悲しくて涙が出ちゃいます。あれ、もしかしてワンダーフォーゲル部の人じゃなかったりします？なんだ、カスミン早とちりしちゃいました。スクールアイドル同好会にご用ですか？入部希望ですか？大歓迎ですよ。入部希望じゃないんですか？なんだ、じゃあなんで探してたんですか？本当です、鬼の生徒会長から直々に言われたんです。部員もいなくなってスクールアイドルとしての活動実績がないなら解散だって。私だって何とかしたいです。人数が少なくたってスクールアイドルはソロでだってできるし、カスミ、スクールアイドルにずっとずっとなりたかったんです。こんな形で同好会がなくなっちゃうなんて嫌ですよ。子供の時からずっと憧れてて、やっと高校生になってスクールアイドルになれるって思ってたのに、こんなのってないです。カスミにはスクールアイドルだけなのに、可愛い衣装でたくさん歌って踊っていろんな人に可愛いねって見てもらいたかったのに。カスミのマネージャーになるってことですか？マネージャーですよね、それ。どうしよう、カスミマネージャーができちゃいました。でもあなたもスクールアイドル同好会がなくなるのは嫌なんですよね。そこはカスミンと同じですよね。じゃあスクールアイドル同好会解散阻止作戦を手伝ってください。カスミン、どうしてもスクールアイドルでいたいんです。じゃあ一緒に頑張りましょう。あ、そういえば自己紹介がまだでしたね。私は1年の中須かすみです。先輩、よろしくお願いします。スクールアイドル同好会とスクールアイドルかすみのこと手伝ってください。こっちですよ、生徒会室。いきなりすごい勢いで正反対の方向に走り出したからびっくりしましたよ。はあ、空回っちゃうことってありますよね。そういうの分かります。あ、なんでもないです。さ、着きましたよ先輩。ノックですよ、ノック。直談判するんですよね、生徒会長と。どうぞ。そりゃノックしたんだから中にいたら返事くらいしますよ。さあさあ、直談判ですよ先輩。私のスクールアイドル同好会のために頑張ってください。あなたは確か2年生の。この生徒会長、学校にいる全員の顔と名前を記憶してるんですよ。そういうところがカスミンは苦手なんですけど、ロボットっぽいっていうか。はじめまして、私は生徒会長の中川奈々です。それでロボットみたいな私に何かご用ですか？やば、聞こえてた。
部員？スクールアイドル同好会にあなたのような部員はいませんでしたが。それはできかねます。我が校の生徒はあなたたちだけではありません。虹ヶ崎学園は生徒の自主性を重んじ、あらゆる部活動を奨励しています。ですから本校においてもスクールアイドルの活動を盛り上げるべく同好会を立ち上げ、スクールアイドル活動を希望する生徒は他校からの編入も受け入れました。ええ、本校としてはスクールアイドル活動を奨励したつもりです。そういう背景もあり、同好会の活動は最初のうちは順調に進んでいたようですね。そうですよ。実際刹那先輩はスクールアイドルとして活躍だってしてたじゃないですか。ええ、実績を作った生徒もいましたね。それはその、今はちょっとみんなお休みしてるだけで、また戻ってくるはずなんです。先輩、ちょっとその話は。先輩！あなたの言う刹那という生徒が同好会に亀裂を入れたんですよ。違います。亀裂なんて入ってないです。誰も怒ったりなんかしてなかったですもん。分かったようなこと言わないでください。さっきも言った通り、今はちょっとみんなお休みしてるだけなんです。みんな戻ってきます。それはいつですか、中洲さん。虹ヶ崎学園にはたくさんの部活、同好会があります。部室の空き待ちをしているところもあるんです。人もいない、活動もしていない同好会ではなく、きちんと活動をしているところに部室をあてがうのは間違っていますか？間違ってないですけど、でも私たちまだ。そうです。それは詭弁では？それはもちろんです。あ、先輩。わかりました。ただし一つ条件を出させてください。10人の部員を集めてきたら同好会の存続を認めましょう。なんで10人なんですか？同好会は5人いれば成立じゃないですか。確かに。でも今現実に5人が1人になってしまっているのです。また同じ人数では二の舞になるのではないですか。10人もいれば同じように5人が活動しなくなっても残りで何とかできるという判断のもとです。私に直談判しに来る情熱があれば難しくないことでは。無茶言わないでくださいよ。先輩。わかりました。10人集めましょう。やってやりますよ。だって今まで5人で活動していた同好会に10人集めろって言われても、勢いでやってやるなんて言っちゃいましたけど困りました。一番困るのは、こんな風にため息をつくかすみんも可愛いんですよね。あ、今かすみんのこと変な子だなとか思いました？
先輩、変わってますね。はい、そうです。今までかすみのこと、そんな風に言ってくれる人なんていなかったですもん。変わり者同士、力を合わせましょう。よーし、じゃあ作戦会議ですよ。わかりました。何でもかすみに聞いてください。最初からお話ししますと、スクールアイドル同好会は5人で活動を開始したんです。さっき話が出た結城せつなさんと、あと他の学校から転校してきた人たち。この絵かなたさん、大阪しずくさん、エマベルデさん。そして、同好会期待の新人にして、最高に可愛いと言われた中須かすみ。かなた先輩としずく、エマ先輩は、別の学校から虹ヶ崎学園に転校してきたんです。このスクールアイドル同好会に入るために。なんででしょうね。確かに皆さんかすみに負けないくらいやる気があったと思うんですけど、なんか途中からギクシャクしちゃったみたいな。あ、そういうんではないんですよね。仲は良かったと思いますよ。嫌な人とか嫌いな人もいませんでしたし。せつな先輩は、確かにかすみもちょっと苦手は苦手だったんですけど、嫌いとかじゃないですし、せつな先輩が何かしたってことはないんですよ。いろいろアドバイスとかしてくれましたしね。あ、でもたまにちょっと違うなーって思ったことはあったかな。間違ってる。っていうか、かすみんがやりたいこととは違うなって感じです。でも、せつな先輩はすごい人なんですよ。リーダーって感じで、かすみんもこの人についていけばーって思ってましたし。ただ、かすみんたちってみんなタイプが違ったのかなって今は思います。部活動、研究発表会ってあったじゃないですか。出れなかったんですよ。私たちももちろんグループでライブを開こうとしたんです。初めてのステージだったからみんなすごく楽しみにしてて、でもやりたいことがバラバラすぎてうまくまとまらなかったんです。セリフを入れてみたいっていう人がいれば、ステージに動物を出したいとかミュージカル風にしたいとかいう人もいて、それで気づいちゃったんですよね。カスミンたちって一緒の方向にはいけないんだなって。だからお互い遠慮するようになっちゃったっていうか。せつな先輩が一番遠慮してたような気がするな。元気なかったですし。みんなだんだん来なくなっちゃいました。情熱があれば何でもできるわけじゃないって分かったのは、いい勉強になりましたよ、ほんと。昨日は会長の前で大きなこと言っちゃいましたけど、戻ってきてくれますかね。かすみんがですか？どうしてですか？何言ってるんですか？私は別にそんな。なんか、先輩、目良すぎです。そういうものですかね。ま、行きましょうか。試しに話してみるだけでも損はしませんし。はい？赤くなってなんかないですよ。ほら、早く来ないと置いてきますよ、先輩。先輩、どこに行くんですか？前、スクールアイドル同好会にいた人たちを説得しに行くんじゃないんですか？
実績？それは確かにそうかもしれないですけど、でもどんな実績を積むんですか？頑張っていける人？私がスクールアイドル投稿会に？あんな風に歌ったり踊ったりするの私には無理だよ。私なんかとは世界が違う感じだったし。先輩、先輩、頑張っていける人ってこの人ですか？幼馴染？だってその人と先輩はそんな長いお付き合いなんですね。カスミンだって頑張れますけど、先輩がそう言うならいいですけど。あなたはやっぱりすごいな。すごい行動力だよね。だってスクールアイドル部を探しに行って、そこが潰されそうって聞いたらすぐ部員集めに走って、それに昨日会ったばかりの後輩ちゃんにこんなに頼りにされてるなんてすごいよ。後輩ちゃんってカスミンのことですよね？実はそうなんです。もう先輩とは超仲良しなんですよ。そうなんだ。ねえ、幼稚園の時のこと覚えてる？あ、覚えてないって顔してる。もう私にとっては大切な思い出なのにな。私がお遊戯会に出るのを恥ずかしがって嫌がってた時、あなたが言ってくれたんだよ。ステージの上でお遊戯を頑張ればお客さんがみんな笑顔になってくれるって。頑張る私のこと応援するからって、私の両手をギュッて掴んですごい笑顔で言ってくれたよね。私、あなたがいたからいろんなことを頑張ってこられたんだ。だからね、あなたと一緒にスクールアイドル頑張りたい。え、いいんですか？うん、これからよろしくね。後輩ちゃんも、かすみさん、あゆむ先輩は先輩なんですから、かすみんって呼んでくれていいですよ。でも部活ではかすみさんの方が先輩だし。もう、もっとフレンドリーにしてくれていいんですよ。だってこれから同好会の仲間になるんですし。フレンドリー？あだ名とか？中須かすみちゃんだからカスカス？いやー、なんで昔のあだ名知ってるんですか？カスカスはダメです。禁止禁止。それでお願いします。ごめんね。これからよろしくね、かすみちゃん。私、スクールアイドルって全然勉強したことないからわからないことだらけだけど、頑張るからたくさんいろんなこと教えてね。もちろんです。スクールアイドルとしてはカスミンの方が先輩ですからね。最近毎日毎日演劇部のお芝居を見に来てるだけですけど、大丈夫なんでしょうか？あれ、かすみちゃんはお芝居嫌い？そういうことじゃなくてですね、しずこにはもっとこう直接休み時間とかに教室に行って声をかけるとか、そういう方が。泣かないでください。あ、ごめんなさい、言い過ぎました。
まさかしずくさんってすごいね。何度見てもこのシーンで泣いちゃう。すごく見入っちゃう演技をするよね。え、はあ、びっくりした。かすみんは泣かせちゃったのかと思ったじゃないですか。ごめんごめん。しずこは最初から演劇を目指している人でしたからね。スクールアイドル活動だってゆくゆくはお芝居に生かしたいって言ってましたし。それでこんなにお芝居が上手なんだね。そういうことではなくてですね、最初からスクールアイドルだけを目指してる人じゃないってこと。でも高校生活はスクールアイドルにかけるって言ってたのに。ああ、泣かないで、かすみちゃん。別に泣いてなんか。あの、はじめまして。大阪しずくです。いえ、大丈夫です。かすみさんは、久しぶりっていうか、ごめんなさいですね。しずくさんのお芝居、すごく良かったです。何回見ても泣いちゃいます。ありがとうございます。何度も見てくださったみたいで、嬉しいです。しずこ、どうして同好会来なくなっちゃったの？かすみちゃん、急にそんな。いえ、大丈夫です。本当は、ちゃんとお話ししておかなきゃいけなかったことですから。私は、昔からお芝居が好きでした。でも、それと同じくらい、スクールアイドルという存在にも憧れがあって。だから、スクールアイドル活動ができる間は、それに集中したくて、この学校に編入してきました。これから、スクールアイドル活動に力を入れようとしているこの虹ヶ崎学園であれば、3年間、それだけに本気で打ち込めると思ったんです。そんなことはないんですよ。みんなのやりたいことが違うこと、私は面白いなって思ったんです。私も、このスクールアイドル活動をゆくゆくは演技に活かせたらなーって思ってましたし、皆さんの目指すもの、表現の仕方を見るのは楽しくて刺激的でした。中でもやっぱり、せつなさんはすごかったです。彼女についていけば、みんなが望むスクールアイドル像に近づけるって思いました。せつなさんが導いてくださる方向は確かに正しいんですけど、私はこっちの方向に行きたいですっていう提案をうまくできなかったんです。それが未熟だな、悔しいなって思ってしまって。せつなさんに感じ取ってもらえるだけの表現力を磨きたくて、ここで修行させてもらってました。それならそうと言ってよ。かすみん、すごい心配したんだよ。余裕がなくて、ごめんなさい。ええ、その通りです。スクールアイドル活動をしたくて編入してきたんですもん。そう簡単にはなくならないですよ。だったら戻ってきてよ。今、同好会の危機なの。え？いやだ。私が勝手をしていたからですね。本当にごめんなさい。戻らせていただけるのなら、少しですけど、自信がついてきたところなんです。私のパフォーマンスを皆さんに見てもらいたいです。よかったね、かすみちゃん。よかったですけど、かすみん、まだちょっと怒ってますけどね。でも、しずことは同じ学年だし、いないと寂しいし。かすみさん、ありがとうございます。あら、奇遇ですね。
生徒会長？演劇部の公演を視察に来たら、ちょうどいいところに居合わせました。部員集めは順調ですか？もちろんです。パワーアップした雫が同好会に戻ってきてくれることになりましたからね。かすみさん、この調子で10人集めるのなんてあっという間です。楽しみにしてますね。それでは。私やっぱりあの人苦手です。実は私心当たりがあるの。うん、多分あなたも名前を聞いたらわかると思うんだけど、宮下愛ちゃん。誰ですか？じゃあ今日はエマさんとカナタさんじゃなくて、先にその宮下愛さんを誘いに行ってみますか？ああ！え？私がスクールアイドル？無理無理、柄じゃないでしょ。ごめんね、私決まった部活には入らないことにしてるんだ。なんでですか？いろんなことを経験したいから。とにかく楽しいことをいっぱいやりたいの。次は何をしようかなって考えたら、時間なんていくらあっても足りないくらい。だからそう？君結構押してくるね。一度あの体験をしてしまったら、やめたくてもやめられないですよ。そうです、ステージから見える景色を想像してみてくださいよ。愛ちゃんならみんなを自分のペースに巻き込むような時間が作れると思うの。いつも休み時間にしてることと同じだよ。愛ちゃん、実は私たちもスクールアイドルに関しては新参者なんだけど、スクールアイドルってすごいんだよ。あー、わかった。そこまで力説されちゃったら信じるしかないね。やってみるよ。でも続くかどうかはわからないよ。それでもいい？はいはい。君はアイさんのこと乗せるのうまいな。で、同好会の活動っていつからな？あ、それはですね、実は今同好会存続の危機でして。同好会の部員が10人集まらないと解散になっちゃうの。騙したみたいになっちゃってごめんなさい。でも絶対10人集めて同好会は続けるので。やったろうちゃん。え、アイさん、性格的にそういう挑戦からは逃げられないんだよね。闘争じゃなく闘争心が湧いてくるっての。あ、今のは闘争と闘争をかけたダジャレで。え、かすみん、むしろちょっと引きましたけど。し、かすみちゃん、この子昔から笑いのレベルが赤ちゃんなの。そういうところが可愛いの。アイさんのダジャレを分かってくれて嬉しいよ。じゃあアイさんから一人同好会に誘ったら面白い子を紹介するよ。天童寺里奈って1年の子なんだけど、ちょっと待ってて、愛さん呼んでくるよ。
私がスクールアイドル？そうそう、リナリンの個性的なとこすごいいいと思うんだよ。アイさんもやるから一緒にスクールアイドルに挑戦しよう。アイさんと一緒ならやりたいけど、私自信ない。この仮面みたいなの取ったらいけるんじゃないかな。ダメ、これがないとコミュニケーションを取るのが難しいから。私とリナリーで作ったんだもんね、このリナちゃんモード。リナリーシャイだからさ、これがあれば一発でどんな気持ちかわかるじゃん。仮面をかぶったスクールアイドル、前代未聞かもしれませんね。このボード、表情の入れ替えを素早くやるにはどうしたらいいかな。え？二人ともすでにこの子が入る前提で話してます？先輩がそう言うなら、かすみもうまくいく気がしてきました。ってことだから、リナリ、これから一緒に頑張ろうね。うん、リナちゃんボード、ワクワク。リナちゃんは同い年だから、カスミンのことカスミンって呼んでいいよ。カスミンはリナ子って呼ぶね。リナ子？私はしずこって呼ばれてるよ。お揃いだね。お揃い、嬉しい。リナ子でいいよ。かすみちゃんはカスコ？カスって言わないで。そんな、私は何もしてないよ。でもあなたがそう思ってくれてるの本当に嬉しい。先輩方、安心するのは早いですよ。これから以前メンバーだったかなた先輩のところに行きます。私がいるところを知っているので案内しますね。カズミンだってかなた先輩のいそうなところ心当たりあるんですけども。多分正解ですよ、かすみさん。保健室か中庭ですよね。さっき見てきたんですけど、今日は保健室みたいです。誰？しずくです、かなたさん。しずくちゃん？ああ、久しぶり。元気してる？はい、おかげさまで元気です。じゃなくて、今日はかなたさんをスクールアイドル同好会に連れ戻しに来たんです。かなた先輩、同好会潰されちゃいそうなんです。お願いです。戻ってきてください。潰される？それは、かなたちゃん切ないな。阻止しないと。でも、かなたちゃん今戻るのは難しいな。戻りたい気持ちはあるんだけども。かなたちゃんのいない間に、なんてことに。でも、かなたちゃん今、ほんと余裕ないんだよ。スクールアイドルは好きだよ。でも、今は無理。とってもピンチで、忙しい。ピンチって、何があったんですか？私たちで力になれることなら、何でも言ってください。成績が、下がってしまったんだな、これが。え？かなたちゃん、中間やばくってさ、期末踏ん張らないとやばい。だから、お勉強に打ち込んでいるんだけど、それでも数学はピンチが過ぎる。わけわかんない。
そんなに美味しい話が？おー、ナイスアイディア。それなら戻ろっかな。早速だけど、今その二人は部室にいるのかな？多分いると思います。じゃあ、早速行こう。かなたちゃん、久々にお目目がパッチリしてきたよ。って、部室にいないじゃん。かすみちゃんめ、嘘ついたな。ああ、だって、かなた先輩が心変わりしないうちに、ラジって、じゃなくて、囲って、でもなくて、とにかく、部室に来て欲しかったんですもん。こんにちは、にぎやかだね。あれ？いつの間にか人が増えてるね。エマ先輩？エマさん、もしかして私たちが動いているのを見て戻ってきてくださったんですか？え？戻る？うん、さっきスイスから戻ったんだよ。はい、これお土産。たくさんあるから人数増えても大丈夫だよ。仲良く食べてね。はあ。はじめまして。私はエマベルデ。これからよろしくね。え？だってここ、スクールアイドル同好会の部室でしょ？普通に来るけど。あの、エマ先輩、ここしばらく来なかったですよね。同好会と距離置いてましたよね。ん？私、スイスに一時帰国してただけなんだけど。手紙、置いていったよ。え？あれ？あれもしかして、エマ先輩の置き手紙だったんですか？どういうこと？かすみちゃん。うわ、これ、エマ先輩の手紙だったんだ。ライバルからの怪文書かと。エマさんは戻ってきてくれたし、全然いいよ。結果オーライだよ。これで7人だね。このまま10人まで頑張ろう。なんだろう。今何かドアにぶつかったよね。先輩が戻ってきてくれて、先が見えてきた感じですね。私は辞めたわけじゃなかったけどね。まったく、人騒がせですよね。ポンポン。そんなこと言うのはこの口か。あー、結城せつなさんですね。どんな人だったんですか？どんな人か、一言で言うのは難しく、語るには…語るには？かなたちゃんが眠りに誘われる。かなたちゃんが眠くならない程度にお話しするね。以前少しお話ししたことと被りますが、刹那さんはこの同好会を引っ張っていく存在でした。可愛い顔してダンプカーみたいな。一番やる気があったし、もともと個人でスクールアイドル活動もしていたから結構有名だったの。私も聞いたことはありました。そんな有名人がって。同好会に入った時は驚きましたよ。かすみちゃん、スクールアイドルのこといっぱい勉強してるんだね。将来のライバルになりそうな芽は早めに摘んでおかないと。
じゃなくて、いっぱい吸収させてほしいなって思って。そうなんですよね。虹ヶ崎にいるのは確かなんだけど、同好会以外では一度も見たことがないの。昔はスクールアイドルのライブに行けば必ず会えたんですけど、最近はそれにも出ていないみたいなんですよね。もしかしてスクールアイドルを辞めちゃったのかな。それはない。せつなちゃんは心の底からスクールアイドルが好きだったから、辞めるってことは考えられないよ。大好きって気持ちを世界中に広めたいっていう熱意に燃えてた。だから隠れてるとしか思えないんだよね。せつなさんは本当にすごかったですからね。歌もダンスもスタイルだって良かったし。うぬ、スタイルといえば同好会に入れたい子が一人いたのを思い出した。せつなちゃんを探す前に勧誘しよう。どんな方ですか？なんでも読モらしい。読者モデルのことだね。連絡してみる。スクールアイドルね。そうね、今までいろんなお誘いをもらったけど、スクールアイドルっていうのは初めてよ。でも私にできるかしら。かすみちゃん、安心して胸を撫で下ろしてるの？時々考えるだけです。神様って不公平だなとか。そうね、スクールアイドルに興味はあるけど、でも私でいいの？私フリフリの衣装とかは似合わないわよ。体のラインが出るような衣装とか露出の高い衣装なら自信あるけどね。露出ですか？そう、例えば隣の子がチラチラ見ている胸元のほくろが目立つようなね。見てないです。かすみさん、自白です。だってすごく綺麗だなって思って。褒めてくれてありがとう。スクールアイドルになってもいいけど、一つ条件があるの。私は私の目指すスクールアイドルになりたい。それでもいい？同好会には入るけど、グループ活動はあまり得意じゃないっていうか。え？はい。ええ。めっちゃいいこと言う。かなたちゃんもそれに賛成？グループとしてまとまってなくてもいいってこと？今までにない刺激。面白そうね。そういうことなら入部させてもらおうかしら。せつなさん、本当に誰に聞いても居場所がわからない。ああ、私も声かけられるとこ全部に当たってみたけど、全然情報なし。参ったね。スクールアイドル同好会有機せつな捜査本部を作るしかないな。かなたさん、捜査本部って何？捜査本部を作って学園中の目撃情報を募る。
大げさでは。でも、なんだか面白そう。それくらいしなければ、せつなちゃんを発見できないと、かなたちゃんは思うんだよ。うちの学年でも知ってる人いなかったよ。何年生なんだろう。もともとソロ活動でも有名だったってことは、1年じゃないよね。この学園も広いしね。ある程度当たりをつけていかないと、見つけるのは難しそうね。でも、当たりをつけようにも、目撃情報自体が皆無。そうなのよね。ひょっとしたら、ひょっとして、なんですけど、これって、生徒会長の罠だったりしませんか？罠？どういうこと？かすみちゃん。会長がせつな先輩のこと誘拐して、かすみんたちが探してる間に時間切れを狙うとか。そもそもですよ！5人いれば同好会活動はできるはずなんです。そうね。そもそもこれだけ人数がいるなら本来は問題ないはず。規則にもそうあるんだからね。ここは一つ交渉してみちゃう？あなたは本当にスクールアイドルのことが大好きなんだね。やっぱりせつなちゃんのこと探そう。ええ、頑張りましょう。はい！りなちゃんボード、頑張るぞ。月末まではまだ時間あるもんね。よーし、張り切ってこう。私の見込んだ通りだったわ。きっと10人の部員を集めて、もう一度同好会を復活させてくれると信じていました。会長？え？え？何？どういうこと？あ、またやっちゃった。今私、生徒会長モードだった。はい。私がせつなです。これで信じてもらえたでしょうか？本当にせつなちゃんだ。そんな、生徒会長がせつなさんだったなんて。全校集会とかで見ていたはずなのに、もともとメンバーだったみんな気づかなかったの？かなたちゃん、その時間はスヤピしてるんで。全然気づかなかった自分のことがショックです。生徒会長とスクールアイドルの二重生活なんて反則です。カスミンたら、せつな先輩に向かってロボットとか言っちゃいましたよ。私も意地悪に接していましたからね。気にしないでください。私の方こそごめんなさい。せつな先輩。でも、なんで先輩は私たちに部員を10人も集めろって無茶言ったんですか？せつな先輩だって同好会潰したくなかったですよね。続けたかったけど、でも怖かったんです。こうなった原因を作ったのは私だったから。せつなさんのせいって思ってるメンバーなんていませんよ。ううん、私スクールアイドルが大好きすぎて、それを抑えられなくて、好きって気持ちを皆さんと共有したくて、いろんなことを押し付けちゃいました。そういうのはダメって分かっているのに我慢できなくて、それで皆さんとの仲がどんどんぎこちなくなっちゃったのが怖くて。10人集めてしまうくらい情熱を持った人がいてくれれば、今度こそうまくいくんじゃないかって
調子のいい考えですよね。そうだよ、せつなちゃん。この子がナイスアイディアを出してくれたんだよ。うん、私たちにはきっと合ってるやり方だと思うよ。そうです、だから先輩も戻ってきますよね。こんなにたくさんの仲間が集まってくれたんです。新しいスクールアイドル同好会として活動しましょう、せつなさん。皆さん、でもまだちょっと自信ないです。活動を再開させたらまたスクールアイドルが大好きって気持ちが暴走しちゃうかも。ありがとうございます。改めて私もスクールアイドル同好会に入部させてください。ううん、もう見つかっていると思います。うん、みんな分かってるわよね。気づいてないのは君だけだよ。あなたニブニブです。本当に分かってない？寝起きでボケボケの時のかなたちゃんだって分かるのにな。誰が私たちを集めてくれたんでしょうか。初日に生徒会室に行った時、緊張のあまり反対方向に行っちゃった人です。私は生徒会長として部員を10人集めることを条件としましたが、スクールアイドルを10人集めろとは言っていません。10人目は私の目の前にいる人です。あなただよ。スクールアイドル同好会最始動です。一つだけ、同好会再始動にあたってお願いがあります。あなたに私たちを支える部長になってほしいんです。ここにいるメンバーを集めてもう一度同好会を作ってくれたあなたが中心にいれば、今度こそきっと大丈夫だと思うんです。賛成。私たちをその気にさせたのはあなただもん。私もいい考えだと思います。先輩がいなければ私同好会に戻りたいってあんなに素直に言えなかったかもしれません。あなたがいなきゃかなたちゃんテストの危機から逃げられなかった。みんな依存はないよね。ということでどうでしょう。じゃあ部長、まずは同好会として一番最初に何を目指す？それは？いきなり目標がそこなの？あ、私たちにもいけるかな。目標は大きく。りなちゃんの言う通り、壁は高い方が乗り越えがいがあるってものよ。あなたが言うなら頑張るよ。かなたちゃん寝てる場合じゃないな。うわー、なんか燃えてきたぞー。夢の舞台です。全国のスクールアイドルが集まる一大イベント。ミューズやアクアもってことだよね。同じステージに立てるなんて